すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録、法人研修はユースフルフォービジネスで検索。皆さんこんにちは、ユースフルのアッキーです。本日のテーマは様々な入力方法についてです。この動画を見ると読みがわからない漢字を手書きで入力する方法や、漢字に振り仮名を振る方法、よく使う単語をユーザー辞書に登録して素早く変換する方法や、声で入力する音声入力の方法などがわかります。我々ユースフルチャンネルでは、明日の働き方を変える感動体験をお届けするをテーマに、ビジネスの現場に役立つ知識を発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速今日のテーマに移っていきましょう。それでは本日もワークシートを見ながらご説明していきます。皆さんは読みがわからない漢字を入力したいという時、もしくは読みはわかっているけれども変換候補の一覧にお目当ての漢字が出てこないという時に困ってしまった経験はありませんか？そんな時は IME パッドの手書き入力を使ってみましょう。IME パッドは右下の入力モードが表示されているところで右クリックを押してあげます。そして IME パッドを立ち上げてあげれば OK です。キーボードのショートカットキーはコントロール F10 を押した後に P を押してあげれば OK です。そうすると今 IME パッドが出てきましたが、ここが手書きになっていることを確認したら、手書きで書いてあげて候補の漢字が見つかったらクリックで入力ですね。ついでにこのような難しい漢字に振り仮名を振る方法をご紹介しておきます。振り仮名を入力したい単語を選択したら、フォームタブのこのルビのところを選んであげましょう。そうするとルビのところに入力ができるので、今回はねトマトと入力をしてあげます。あとはもう配置を中央揃えにしたり、こう左揃えにしたり、均等割り付けにしたり、できるんですけれども、今回はまあ中央揃えにして、サイズも変更できるんですが、今回22ぐらいですかね。変更してあげて、OK と押してあげます。そうすると、このような形で振り仮名を振ることができました。続いて、よく使うアドレスや電話番号などを毎回1文字ずつ手打ちするのってめんどくさいなと感じたことはありませんか？そんな時は、ユーザー辞書に登録をしておきましょう。方法は右下の入力モードのところを右クリックしてあげて、単語の追加を選んであげます。そしてこの単語の登録のダイアログボックスが出てきたら、単語のところに実際に登録したい用語ですね、今回はメールアドレスを入力をして、読みのところはキーボードで打つ時の文字なのでアドとかにしておきます。そして品詞のところは短縮読みを今回は選んであげます。名詞とかね、人物名だったら、こういうところを選んであげればいいかなと思います。そしたら、登録をしてあげましょう。そうすると、辞書の方に登録ができましたので、次から文章を打つときに、add と打ってあげるだけで、なんと先ほど登録したアドレスが簡単に変換で表示できました。よく使う単語として、今のメールアドレスだったり、電話番号、もしくは住所ですね。ご自身の部署の名前とか、そういったものを登録しておくとすごく便利ですね。私は前職で銀行の人事をしていたんですけれども、よくやり取りする方にですね、お名前が結構難しい漢字を使われている役員の方がいらっしゃったので、このユーザー辞書に登録をして、名前を絶対に間違えないように工夫していました。他にもですね、よく使うフレーズ、例えばお世話になっておりますだったり、〇〇株式会社の秋山と申しますだったり、よろしくお願いいたしますとかですね、そういったものも登録しておくと、メールやチャットなどのコミュニケーションの時に素早く入力できるのでおすすめです。皆さんも必ずよく使うフレーズってあると思いますので、ぜひユーザー辞書に登録してみてくださいね。続いて、Microsoft 365からできるようになった音声入力の方法もご紹介しておきます。今まで文章を入力するのはキーボードが当たり前でしたが、なんと声で入力できる時代が来たんですね。皆さんもすでにですね、Google 検索などで声を使って入力したことがあるという方もいらっしゃると思うんですが、Word でも同じ機能がありますので、ぜひ押さえておきましょう。方法は、ホームタブのところに音声があって、ディクテーションというのがあります。これを押してあげるとですね、このように今光って、もうすでに私が話している内容が文字として起こされているかなと思います。これ結構な精度で入力をしてくれるので、結構便利ですよね。
録音を停止したいときはもう一度ボタンを押してあげます。これで停止されました。長文を打つのが大変だなというときや議事録を作成するときの補助などで使ってあげるといいかなと思います。本日はこれで以上ですね。それでは本日のまとめです。本日は様々な入力方法をいくつかご紹介しました。手書き入力の IME パッド、漢字に振り仮名を振る方法、よく使う単語を登録するユーザー辞書、音声入力のディクテーションなどをお伝えしました。また手書き入力の IME パッドを呼び出すショートカットはコントロール F10 の後に P、パッドの P と覚えておきましょう。そしてユーザー辞書を呼び出すショートカットキーはコントロール F10 の後に D でしたね。ディクショナリーの D と覚えましょう。本日ご紹介した機能も使いこなせるようになると作業効率が一気に上がるかなと思いますので、ぜひ今日ご紹介した機能を一度でも使ってみていただけたらなと思います。それでは本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.